皆さんこんにちは。こんにちは。湘南 AJ クリニック大阪院長の斉藤と看護師です。よろしくお願いいたします。はい、では今日のお題は何でしょうか。はい、じゃん、俺の植毛術、植毛症例を紹介しますです。はい、ありがとうございます。はい、たくさんね、この YouTube でね、話をしてきてるんですけど、実際の症例写真をね、使って、今日はいろんな解説をしたいなと思うんですね。はい。で、植毛術っていうのは、確実にね、ここに毛が増えますよね。で、後頭部の毛を取ってきて、こう増えます。ね、自分の毛ですから拒絶反応もないし、あと、ね、伸びてきて、抜けて、生えて、というのをずっと繰り返してるね。いっぺんにやられると、メンテナンスがないわけですよね。だから、生え際とかね、特に、植毛術受けられる方が多いです。はい。はい、では、実際の症例写真ですね。はい。まず、正面からの写真、こちらになってます。はい。です。この方は、30代の男性で、生え際のね、M 字の包帯っていうのを気にされてる、ね。はい。で、いわゆる典型的なこう AGA の所見なんですけど、この生え際の M 字のライン、ちょっとこう弱い毛があって、こう中が透けやすくなってますね。で、AGA っていうのはここから始まるって言われてます。だから、やっぱりお薬が必ず必要になるんですね。で、この方、当院のタブレット&スプレーですね、飲み薬と塗り薬を、手術を同時に開始してもらってね。で、そうそう、予想としては、ね、こういう周りの毛が太い毛になってボリュームが出てくるんです。で、植毛術ね、それ大事なのは後頭部の毛を取ってきてここに移植するんですけどね、後頭部の毛って非常に太い毛ですよね。で、周りの毛、弱い毛だとなんかコントラストになってしまうんです。太い毛、細い毛みたいなんですね。だから周りの毛をちゃんと元気な毛にしてくるのはすごく重要だし、あと植毛術のね、定着の率を上げるのにやっぱりお薬って大事なんですよ。お薬やってる人とやってない人では定着率の差がやっぱり出ますよね。はい、では今度はアフターの写真です、はい、正面からの写真がこんな感じです、はい。で、この方は生え際が気になるっていうことで、750グラフトっていうのを使って、で、いわゆる生え際の最前列と、それから M 字の部分なんかをこう植えたんですね。で、さっき申し上げた通り、こう植えたところと、それから後ろの部分のコントラストはあまりないんですよね。だから、植えた毛が太く、ね、後頭部の毛を移植して、周りの毛が薬で反応してきたっていう証明ですね。で、非常に自然なヘアラインにちゃんとできてるかなと思います。で、当院はね、マッピングって言って、そう、植毛は、最初のね、だいたい1列、2列っていうのは、1本の毛で生えてることが多いんですよね。だから、それを、移植して植えます。で、その後は、後ろに2本も3本もっていうのを使って、で、ボリュームを出すっていうのを見られるんです。で、そうすると自然な、生え際が形成できる。はい。じゃあ、ここから見たところですね。これ自然ですね。うん、ちなみに術前の写真がこんな感じですね。はい、ね、なんか弱々しい毛になってて、で、あと M 字のこのラインが上がってみましょう、ね。で、先ほどのラインするとちょっと下がってきて、で、太い、しっかりと毛が入ってるって、そういう出来上がりですね。はい、で、この方は術中にハイポサーマソルっていうね、細胞培養液っていうのを使って、で、取ってきた毛根をその領域に浸すんですね。そうすると、新鮮な状態を保てるんですね。で、全然、結果が違ってくるんですね。定着の率が上がるんです。あと、ベビースキンっていうのをうちは使ってもらってて、で、これは成長因子の仲間でね、VEGF って毛根に血管を作る物質がたくさん入った容器があるんです。それを植えた後に、最後浸してあげると隙間から中に入って毛根にこう血管ができますから、それで定着の率が上がるんですね。だから綺麗な配慮を作ることとか定着を良くすることっていうのを工夫してね、やっていきますね。はい、ありがとうございます。
食毛術の技術だけじゃなくって、その保存方法とかだったりとか、あと株をよく定着するために必要なお薬とかを使えたりとかするので、ぜひご興味ある方はご相談ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。湘南エージェクリニック大阪院では、医師がマイクロスコープで頭皮を見て、お一人お一人に合った治療方法を提案いたします。薄毛で悩まれている方、お困りの方はぜひ当院にお越しください。無料カウンセリング受付中です。斉藤先生のアメーバブログも絶賛更新中ですので、メソ治療とか、あと自毛植毛の症例写真ビフォーアフターを公開しています。気になる方は番組の概要欄にリンク貼ってありますので、チェックしてみてくださいね。では次回も、いろいろな髪の毛の話を集めてをしてきますので、楽しみにしてみてください、はい、チャンネル登録と高評価、質問コメントもございましたらよろしくお願いします。お願いします。では次回まで、さようなら。